こんにちは、ハスラーのリメルのドライブログです。第1部に引き続き国道469号を走っていきます。この先、国道469号は左折し、静岡県道75号と約300メートルの間だけ重複していきます。静岡県道75号とは2回重複しますが、1回目は上り線、起点方向、
2回目は下り線、終点方向と重複します。国道469号はこの先を右折し、再び静岡県道75号と重複していきます。
この辺りから国道469号はかなりの悪路となります。
国道469号はここを左折していきます。
国道469号最後の右折です。まもなく国道469号唯一の県境である、静岡県と山梨県の県境です。山梨県南部町に入りました。国道469号は全長約 55km ほどありますが、山梨県区間はわずか 2km ほどです。山梨県に入ると終点間近です。国道469号、この先を左方向です。この橋を渡ると、終点である国道52号との交差点です。このまま国道52号を走っていきますが、
国道469号の旅はこの辺りで一区切りとさせていただきます。運転お疲れ様でした。